ローストビーフ丼ってあるじゃん。うん。好きなの？ローストビーフ丼。ローストビーフ丼自体食ったことないわ。え？ローストビーフでしか食ったことないわ。俺もない。なんで笑った？いやーでもローストビーフ丼はあるかと思ったわ。そんなローストビーフを語ってたから。いやいやいや、丼が全てだと思ってる人やん。いやでもさ、ぶっちゃけ、うん、ローストビーフと米って絶対合わないと思うよね。合うんじゃね。肉だし合わんことある。さっぱりお肉じゃんあれ。さっぱり系お肉じゃん。さっぱり系お肉で冷たいし合うくね、別に。サラダチキンと米一緒に食える？いや、それはちょっと それに近いものがあると思う。全然違うだろ。言い過ぎだろ、それは。いやいやいや、俺からしたら一緒よ、もう。舌バグってるよ、それ。くらい、わからん。米とローストビーフを合わせてしまった、この人類が。規模でかくなった。なぜ人類はローストビーフと米を合わせてしまったのか。でもサラダチキンと同列なのはえぐいよ、言ってること。やばい。うん。いやでもさ、さっぱりしてるやん。まあまあ、そんなこってりしてるとかないけどさ、あっさりしてるけど。ソースの問題じゃなくてタレと。タレつけてもよ、ローストビーフはローストビーフ。なんてそんな語尾がクロちゃんっぽくなる。ローストビーフはローストビーフ。クロちゃんじゃない。ご飯合わない。完全にクロちゃん。完全にクロちゃん。バニちゃん出てたよ。バケモンが。人の言葉を喋るな。パクパクパク。いやー美味しいよ、やっぱ素材にこだわってるね、 CPT は。